今日5月3日は憲法記念日です。はいはい、田原さん、今日はやはり憲法の話を伺っていきたいと思います。そうですね、はい、現在ですね、安倍首相は憲法96条を改正し、でこの96条というのは憲法改正のハードルを、ハードルが国会議員の3分の2となってるんですね、はい、これを3分の2から過半数に、要はそのハードルを下げようという改正になるんですね、はい、96条というのは、はいはいはい、でこれが参議院選挙の公約になるとも発言されています、でこれに関して朝日新聞の世論調査では反対が 54%、はい、賛成が 38% ということで、はい、反対過半数超えてるんですが、思ったより少ないかなという印象あるんですが、田原さんどうご覧になってますか？はい、今から見ればね、例えば日本の今の憲法では、はい、憲法9条というのがあって、つまり、他の国でいう軍隊は日本は持ってないわけですね、はい、この国権の発動としての武力行使で戦争はこれをしないと、軍隊持ってないで、他の国はみんな軍隊持ってるのに日本だけ持ってないのはおかしいじゃないかというこの議論が出てくると思います。でやっぱり他の国並みにアメリカだってイギリスだってフランスだってドイツだって全部軍隊持ってるんだからもちろん中国も、それから北朝鮮も、もちろん韓国も、だから軍隊持つべきじゃないかと、そういうふうに直すのは当然じゃないかというこの声がね、今だと多いかもしれない。普通の国へという言葉をよく最近聞きます。だけど逆に言うとね、なんでこの、日本が独立して以後ね、独立したのは、1952年、はい、すいません、はい、ね、なんで日本が独立して以後この今日まで憲法改正が行われなかったかと、はい、ここが大事だと思うんですね。そのまま一度も変えずに今に至っている、はい、ということですね。自民党は55年にこのもう要するに民主党と自由党が一緒になって、自由民主党ができた時から改憲政党なんです。改憲を訴えてるのに、はい、改憲するということを訴えて政党です。はい、はい、で公用に改憲と歌ったにもかかわらず、はい、なぜ改憲できなかったのかと、ここ大事なんですね。しかもずっと自民党政権が続いていたのに、これは要するに日本の国民がやっぱり改憲したくないという気持ちが強かった。だからこの、今の憲法改正するには国会議員の3分の2がね、賛成しなきゃいけない。で必ずこのずっと長い間3分の1以上野党の反対勢力があったということで、例えば社会党と共産党が、はい、3分の1以上取ってたんです。やっぱり3分の2を超えることはできなかった。ずっとできなかったという。でなぜそのねはね、この社会党と、共産党が3分の1以上取ったかというと、日本の国民の多くが憲法改正をしたくない。なぜか、こういう問題なんですね。でそれは僕は小学校の5年生の、夏休みに戦争が終わるんですが、ね、で、一学期まではこの、つまり太平洋戦争ですが、聖戦であると、正しい戦争だと。で世界の侵略国であるアメリカ、イギリス、オランダ、そういう国と戦うんだと。でアジアを独立させるんだという正しい戦争だというふうに教えられた。で君らはこの戦争のために死ねと、天皇陛下のために死ねと教えられた。ところが夏休みにこの戦争に負けたら2学期になると、同じ先生があの戦争は間違いの戦争だったとつまり侵略戦争であった。で、1学期まで英雄だった東條英機さんとか、そういう人がみんなね犯罪者になった。で、それで君らは戦争が起きそうになったら体を張って戦えと、こう教えられた。つまり言うことがガラッと変わった。180度変わってしまう。で、その時からね、あ、国っていうのはね、信用できないんだと、僕らを騙したんだという気持ちが強かった、騙されたんだと。でそのね、先生が 5年生の1学期まではこの戦争は聖戦が正しい、それが2学期になったら間違いだとあるでしょ。だからもう国は信用できないんだと。でさらに言うと、あの戦争は僕はあの太平洋戦争をね、侵略戦争だとは実は思ってない。はい。であれは何かというと、世界の侵略国対侵略国の戦争なの。世界の第一の侵略国はイギリスであり、アメリカであり、オランダであり、もちろんフランスもそうですがね、あるいはロシアであり、植民地をいっぱい持ってたと、だから侵略国と侵略国の戦争で、日本もそうですよね。もうそこも、まあそこに、はい、分け入ろうとしたということ、そうだね、分け入ってたんだけども、分けてて、それで、はい、だけど、それは侵略国対侵略国の戦争だけど、負けるに決まってる戦争だったと。なね、アメリカ、イギリス、オランダ、それから中国とも戦争してる。でそれからロシアもかかってくる。勝てるはずがない。負けるに決まってる愚かな戦争を日本はした。ここなんですよ。だから戦後、戦争を知ってる世代が生きてる間はね、愚かな戦争をできない国にしたいと。むしろね、そういう戦争をできない国にしないと、できる国にしておくとあんな、過ちをまた繰り返すことになる。これが戦争反対が強かった。で今ね、要するに憲法改正という意見が強くなってきたのは、それはつまり戦争を知ってる世代がいなくなったから。実は戦争を知ってる世代の最後の世代が僕たちなんです。で僕らは小学校の5年生のね、で5年生からね、軍事教育とかいろいろ習うんですね、歴史も。とね、僕らより下の世代は知らないわけ。とね、だから戦争を知ってる世代が多い時は圧倒的に憲法改正反対だった。憲法9条がやっぱり戦争できない国にしとかなきゃダメだと。ところがそういう世代がどんどんいなくなった。はい、で今になってね、つまり例えば、日中の関係が対立してると、ね、あるいは北朝鮮問題ある。だから憲法改正なんてこれちゃんちゃらおかしい。こんなこと言ったらね、ずっと長い間冷戦でね、つまり日本はアメリカの味方でね、ソ連と対立してたんだから、うちははるかにつまり危機感が強かったわけで、まあそういういなくなったということで、今ね、でこの改憲の論議が出てきたんであって、なんで今までつまり改憲が出なかったのかっていうことをもう一回考え直す必要がある。でじゃあね、つまりその日本の国が国民を騙したってことは今も変わんないんだ、ね、だから僕は簡単に改憲に行くのは非常に慎重であるべきだし、特に、ね、外国でドイツだどこでもそうですが、みんなね憲法を改正するのはやっぱり3分の2以上の賛成がなきゃ変えられないんですよ。なんで日本だけがねこれを過半数にするのか。そこなんです。まずそこを過半数にしようと安倍さんはしておられるんですね。はい、だから今ね、変えやすくするってことになりますね。だけど今ね、変えるなら変えてもいいと、僕もご見じゃない。そしたらね、やっぱり3分の2取ってね、改憲すればいいじゃないか。